はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もコネオくんがいるということは、こちらのシリーズでございます。もう大人気シリーズですね。解剖学もとい、ヨガ解剖学の夜明けシリーズということで、まずはこちらの先生をお呼びしたいと思います。ヨガジェネーションでヨガ解剖学講座をたくさん担当していただいてます、内田勝則先生です。こんにちは。よろしくお願いします。内田です。よろしくお願いします。いや先生、面白い。聞く前から面白い。はい。前回はですね、股関節っていうところで、こんなの知ってるっていうところでね、皆さんにとってのヨガ解剖学の夜明けになるような、まあ、豆知識じゃないですけど、まあ、一般的には知られない、こんなこと、あんなことっていうのを、内田節全開でお話しいただいてます。よかったらリンク貼っておきますので、そちらから見てください。はい。今日も、この人気シリーズの第、今日は2弾でございますが、先生、また唐突に聞いていいですか？はい、もちろん。はい。皆さん言っておきますけど、これ打ち合わせゼロです。また何をぶっ込むかはその時答えてくださいみたいな感じで、何でも来いみたいに言われてますので、発表したいと思います。今日聞きたいことは、にゃん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 、ここは足首みたいな。はい、はい、やっぱりこうヨガでは、まあ今までね、骨盤、肩甲骨、股関節ときましたけれども、やっぱこれ来ますでしょ次。はい、非常に重要な気が僕は素人目にするんですけれども、今日は足首についてぶん投げますんで、どんな夜明けを見せてもらえますか？まあ、はい、足首お願いします。はい、よろしくお願いします。ここですよね。大丈夫ですけども、何でもありますね。何でもある。はい、はい、これな、何がですかね。ですね、まず捻挫、どうですかね。捻挫はミシャン人生の中で1回や2回は、いやありますか？4回、5回あります。ありますか？やっぱりどっちに捻挫とかありますか？ここボーン腫れたり、 あとここ足、あ、これ足なんですけど、ここにひびが入りました。おお、いった。何やったんですか？ですね、ちょっとバスケットゴールを、まあ、昔ジャンプ力があった時にバーンと壁を飛んでゴールを握ったまではいいんですけど、そのまま落ちるときにこう落ちたんですね。こう、はい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 、ここぐき、まあひびがバキッと入りました。これはきつい。死ぬほど痛かったです。もう声が出ない。声、あ、冷や、油汗とか。油汗です。はい。しかもその時間は体育祭の組体操の練習時間で、その順番待ちの時に遊んでたから、その直後に次の組っつって呼ばれて、その足で僕一番下を支えたんです。もうドッとする、今思い出しただけで。油汗かいてる先生が僕のことを気づいて、お前どうしたっつったら、ちょっと足がっつってみたら、もうこの真っ青になってるみたいな。もう、はい、これはやばいみたいな。やばいですね。はい、ね、はい、もう土台だからめちゃくちゃ大事ですからね。そうですね。はい、案外あれなんですよね。例えば一般的な捻挫って、捻挫の話をちょうど今のところからさせてもらうと、はい、こんな感じじゃないですか。こっち、はいはい、はい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 、そうですね。でも一応医学的には逆の捻挫もあるんですよ。はあ。ああ。でもめったにないでしょ。ミキさんもない。ない。でしょ。はい、それが多いですね。多いですよね。はい。いや、これは、なんか、さっきのコーナーでも、なんか、逆聞きをしてしまったんですけど、はい。なんでだろうかっていう。なんで、捻挫っていうと、人はこっちなの。これ、内側に反るんで、内反捻挫って言うんですけど、はい。病名的には、外反捻挫もあるんですよ。そっちで捻挫するんですか？一応あるんですよ。でも、まあ、めったにないですよねって感じ。はい。じゃあ、なぜめったにないのか。常に、こう、なぜを考えていきたいのが解剖学なんですけど、はい。もう、逆の球を投げて申し訳ないですけど、なぜ。あ、こっち側の方が動くから。動くから、そう。じゃあ、なぜ動くと思います？なぜ動く？そっち側の方が動くって、もう正解なんですよ。素晴らしいって言うんですけど、なぜ。さっき教えてもらいましたからね、動く方が危険なんだよと。これは股関節編のおさらいですね。なんでだろう。日常生活でそっちに動いた方がいいシーンが多いから、人間はそうなってる。大事なんですけど、これね、どうだろう、ヨガの先生方も
もうヨガジェネレーションさん、お花スマイルさんってもう骨の模型がいっぱいあるじゃないですか。はい、だからあのヨガの先生、そういう模型を見る機会っていっぱいあると思うんで、僕もったいないなと思うのが、そのせっかくなんかクラスの中に行きたい、そういう模型があるときには、3分でいいから、何にも分かんなくてもいいから、よく眺めてほしいなっていう。なるほど。はい、でそこを眺めてもらうと、はい、これどうですかね、ここのところを見てもらうと、はい、これうち、これがね、これ左足なんですけども、はい、これが外くるぶし。はい、ありますね。で、これが内くるぶし。はい。で、これ後ろから見てもらうと、はい、外くるぶしと内くるぶしの高さ違うでしょ。違う。外くるぶしの方が低いでしょ、地面側に。はいはいはい。だからこれガードしてるんですよ。はあ。なのでこっちに反らせようと思ってもこの骨が邪魔するからいかないんですよ。はいはい。だけど内くるぶし側はガードがないからこっちねじればいくらでもいっちゃうんですよ。はい、確かに。だから骨の構造がまずこうさせてるよっていうのが、はい、これ教科書見なくても骨だけ眺めてるとわかるんですよ。うん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 、僕はこれ、理屈は、まあ、学校で教わっちゃってるのもあるんですけども、時にね、ヨガの先生方がやっぱこう、骨は正しい位置にいなきゃいけないよって言うんだけども、いやいや、これが正しい位置なんですよねっていうところがあるので、なるほど。なるほど。その辺ちょっと、なんだろうな、足首に限らず、こういったところをこう覗いていくと、はい、外にはねじれないんですよ、原則。だけど、やっぱ変な体重かかると外反捻挫っていうのが、うん、っていう形なので、なるほど、一般的に内反が多いのは腓骨という骨なんですけど、腓骨がかぶってきてるから外には反れないっていう、そんな体の構造、骨の構造になってるよっていうところで、その骨を今日は覗いていくと、まあ、いろんなことが見えるよっていう形の話、はい、今言ってもらったんですけど、ね、はい、合わせて例えば足首って言いましたけどその先生の例えば講座の中で足首足裏みたいな、なんか話も出てくるじゃないですか。裏って何か関係あるんですか、またこれ、まあ、ヨガはこう足をついてねやるものだから裏っていうと、まあ確かにヨガは足裏かってなるんですけど、それってどう何か言えたりするんですか。これ例えば今言った通りで、これね、長引く捻挫とか、もう割と、まあ、何十人とはいないんですけども、数人やっぱり過去にいて、捻挫が長引いちゃって困るんですよっていう方がいて、で、整形外科に行っても同じ治療をずっとしてるっていうんだけど、っていうところでピンとくるものが必ずあって、長引く捻挫ってもう実は捻挫じゃない可能性があるんですよ。ほう。で何っていうと、ちょうどここのところが、指が入るくらいなってて、これ、まあ、洞窟みたいになってるんです、はい、でこの中に神経がこういくつかこう足裏に伸びてて、はい、足裏と地面の接地を感知する神経がちょうどここにこう関係してるんですよ。へぇ、はい、で、長引く捻挫をしちゃうと、この中が炎症を起こしちゃうんだよ。ほうほう。そうすると何が起きるっていうと、そこでの神経にトラブルが起きるから、足裏と地面との感覚がずれが起きるんですよ。ほう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 。と、まあ、脳そのものというかな、は今べったりついてるなと思っても実は危ない位置についてたりとかして、うんうん、繰り返しの捻挫が起きてしまう、はい、これが捻挫ではなくて足根動症候群なんていう名前の病気になってきて結構これは現役のお医者さんとかでも見過ごしてる先生が、失礼だけど、まあ、僕レベルが失礼なんだけど、整形外科の先生でも見過ごしてる先生も結構いて、長引く捻挫って言ったらば捻挫じゃない可能性があるよって言って、足根動が炎症を起こしてて人体の炎症ではないんだよねっていうのが、そのなんでって言ったら、今言われた足裏に地面とのこう感覚を支える神経が密集してて、そこが炎症起きちゃうと、うん、センサーが狂っちゃうんですよね。それで捻挫をまた繰り返しちゃう。だからヨガの中でやっぱり大事なのが、この足首周り、この動きで、なんかクラスすると、こういう動きをよくするじゃないですか。はい。はい。はい。だけど、実は、ここも動くし、はい、ここも動くんですよ。はい。はい。はい。だから、
せっかくほぐすなら足首全般をほぐす動きを作っていかないと、やっぱりこうほぐした意味がないぞっていうのを含めて足裏、まあアーチなんていうことを、まあ、クラスとしている感じなんですね。じゃあその内田先生の講座ってヨガ解剖学じゃないですか、はいはい、確か来年1月かなんかにまた足首足裏みたいなヨガ解剖学の講座があると思うんですけど、そこでは具体的にちょっと何が学べるかみたいなのって聞いてもいいですか。僕個人的にちょっと興味が出たんで。今言ったような感じで、はい、例えば、これ賛否両論あるんですけども、スタンダードな解剖学。解剖学書の中に提示されている、まず歩き方。はい。で、意外とみんな知らないんですよ。で、もちろん、今度はね、そこをベースに否定する先生もいるんです。はい、この解剖学の歩き方が伝統としてあるから、外反母趾になっちゃったり、扁平足になっちゃったりするから、これダメなんだって言われてる先生ももちろんいるんですよ。うんうんうん、ただし、ベースが分からなくて、亜流に入っても、絶対僕おかしいと思うので。なるほど。だからまずそのベースは学ぼうよっていうんで、はい、正しい歩き方って一体どういうことなのっていうのは、まず伝えていこうよ。で、これ大変だけど、はい、正解出た人、過去一人もいないです。歩き方ぐらい分かってるよって思って、ヨガインストラクターとしてもうキャリアあるよって思って来ても、正解は一人もいなかったと。嫌いです。はいはいはい。嫌いです。はあ。これは断言します。もう、なんで結果論として出てない。出ない。そこから何を学べるんですか？歩き方を、まあ、ベースを学んでっていうと。で、今度は、じゃあ正しい歩き方をしたときに、一体、ヨガのアーサナに当てはめると、どういうことをやったら正しい歩き方に近くなるだろうか。なるほど。それは結果的には、扁平足の予防になったり、うん、外反母趾の予防になったりするぞ。なるほど。こう理屈づけて分かってくるよ。なるほど。なるほど、面白い。ってことは、そこでヨガが絡んでくるわけですね。絡みます。ちょうど、ヨガジェネレーションさんのスタッフの、カックンの、はい、モデルさんにこの間させていただいて。あ、そうなんですか。はい。なるほど。そんな講座が来年1月かな、確かあるそうなんで、概要欄に載せておいていただきますね。はい。はい、今日も確かに僕知らない話ばっかりでした、それは。はい。なんかこう、もう僕、十数年この業界にいると、これ見慣れすぎて、あ、骨模型だって思ってましたけど、この、せっかく近くにあるんだったら、1分でも2分でもちょっと見ると。そうなんです、本当に。いわゆるこれと同じものが自分の手の中にあるっていうことですもんね。うん、そうです。で、それだけでもちょっと注意深く見てると面白いことに気づくよっていうことも、なんか今日僕にとっては気づきでした。あ、本当ですか。もうなんか、じゃあ、本当に、もう理屈とか分かんなくて、見てもらって、なんだこれっていいんです。もう。素晴らしい。夜明けに来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。先生、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方は、LIKE ボタンを、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。失礼します。